ございます。宇津木橋でございます。この辺りは天竜奥美川国定公園と知られておりましてね、天竜峡へおいでのお客様の散歩コースとして知られております。お客様これね1時間くらいで回れるようになっておりますのでね、あの上にいっぱいあるが分かるかな、後で回っていいか分からんかな。あとここね木漏れ日がものすごく綺麗だそうですよ。乗ってお客様がね2つ葉っぱの間から出てくるあのお客様ですね、日がとても綺麗だったそうでございます。この辺り1時間くらいで歩けますのでね、歩きたいと思います。見てくれるこの右手先の大きな石が分かりますか、ね、おあのなんと観世音菩薩字が彫ってあってね、上の字が大きくて下の字が小さいんです。これはね計算されて彫られたんです。天竜がもっと下の方にあったのにこれね彫られたわけなんですけれども、これあの下から見上げた時に同じ大きさの字に見えるようにということでこういう彫られ